4月5日、阪神競馬場で行われた第64回大阪杯は、2番人気のラッキーライラックが、最後の直線コースを中から抜け切る勝ち星を挙げた。2017年の阪神ジュベナイルフィリーズ、2019年のエリザベス女王杯を制覇して以来、G1 は3つ目のタイトルを獲得した。2着には、4番人気のクロノジェネシスが、3着は1番人気のダノンキングリーが入った。ブラストワンピース、ワグネリアンとは何だったのだろうか。